こんばんアロハ、皆さんお元気ですか。今夜はね、ケーキのねお話をしようかなと思ってます。皆さんね、どんなケーキがお好きですか。私がね一番好きなのはチーズケーキですね。はい、ニューヨーク時代はね、やっぱりニューヨークチーズケーキなんかをねもうしょっちゅう食べてたんですけれども、私が好きなのはニューヨークタイプのどっしりしたねチーズケーキじゃなくって、日本のねケーキ屋さんのなんか昔からあるみたいなふわふわなチーズケーキ、あれがねやっぱりね一番好きですね。海外だとねあれ食べられないんですよね、自分で作らない限りはね。なんかちょっとジャムがね上にこう塗ってあって、アプリコットジャムがこう塗ってあるチーズケーキ、昔ながらのもうあれがやっぱり一番好きですね。たまにねああいうの食べたくなりますね。はい、大阪にね陸老おじさんのチーズケーキってあるじゃないですか、あれもう最高に美味しいですよね。私の中ではあれチーズケーキの中でも最高峰なんじゃないかなっていうぐらい好きなんですけどね。この前鹿児島にねフェリーサンフラワー号で行くときに大阪の港からね行ったんですけども、大阪駅でね陸老おじさんのチーズケーキ売ってたんですよ。でね買おうかなと思ったんですけど、これをね丸ごとホールをね船に持ってってね自分では食べきれないじゃないですか。でね断念したんですよ。あれでも今思えば買ってね食べて船でね同じ部屋に泊まってたね優しいおばちゃんとね仲良くなったミキリンとね食べればよかったなと思ってすごく今後悔してますね。はい、アメリカのねケーキでねやっぱね一番衝撃を受けたのは私がね大好きな映画でバックトゥーザフューチャーってあるじゃないですか。あのシーンでなんか誕生日のねシーンで出てきた誕生日ケーキがねもう衝撃的でしたね。原色のねクリームが乗ったケーキ知ってます、覚えてますか。あれすごいですよね。あれを見た時うわーなんちゅうまずそうなケーキなんだろうと思って、こんなもんアメリカ人は食べるのかなと思ってね子供ながらにこうびっくりしましたよね、あれは。でまあアメリカに来てね、まあ、今は全然驚かないんですけども、大体原色色したケーキ多いですよね。今日でもねあれはねちょっと私ももう人生の半分以上海外に住んでてまだね理解しがたいことなんですけども、原色のケーキがねみんな好きなのがもう全然わからないですね。非常に理解に苦しみますね。だから誕生日会に呼ばれてケーキを食べる時にね私はちょっとこそこそと原色色のクリームはね全部お皿の端っこに綺麗に避けてスポンジとね白いクリームだけね食べてるんですけども、あれはねもう本当いただけないですよね。あれはもう本当に気持ち悪いというか、なんとかしてほしい、でも多分変わらないアメリカ人なんでしょうけど。ハワイはね結構私がいる地域はね健康志向な方が非常に多いので、ヘルスストアなんかに行くとねもう本当に美味しいケーキ、グルテンフリーのもあるし、甘い砂糖、白砂糖を全然使ってないケーキとか、メープルシロップとかね、蜂蜜でできたケーキとか、いろんなのあるんですよね。本当に美味しいですね。
リリコイチーズケーキなんかもね本当に美味しいんですよね。あとはココナッツゼリーを使ったね、ハーピアっていうココナッツゼリーがあるんですけども、これすごく美味しいんですけども、それを使ったね、紫芋のなんかタルト、チーズケーキのタルトケーキみたいなのかなとかね、結構美味しいのありますね。ニューヨークもね、結構美味しいケーキありましたね。甘さ控えめでね。私がね、アメリカで好きなケーキってなんだろう。あ、トレスレチェですね。トレスレチェケーキ、メキシコのケーキですね。トレスレチェケーキ大好きですね。あとはやっぱりケーキというか、ブラウニーですかね。ブラウニー好きですね。もっちり、どっしりしたブラウニーね。強烈に甘いんですけども、やっぱりアメリカ生活に慣れるとね、あれくらいこうパンチの効いた甘さがないと、こう物足りなくなっちゃうんですよね。はい。あとマフィンも好きですね。バタークリームがもうたっぷり乗ったマフィンとかもね、大好きなんですけれども、皆さんもね、アメリカにね、お越しの際はね、原色ケーキをね、チャレンジされてみてください。写真を撮ってね、口の周りを原色の虹色にされてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。雨が降ってきましたので、これにて失礼します。マハロー。